セイパウロの回収はパルミジャニーノが制作した1527年の油彩画である。現在ウィーンの美術史美術館に所蔵されている。ジョルジョ・バザーリとラーモ1560年の両方がパルマ出身の人物で芸術の愛好家であったジョバンニ・アンドレアのボローニアの家で見た作品である。アンドレアは1523年からボローニア大学の解剖学の教授であり、 1566年からは、ローマ教皇ピウス4世の主治医であった。アンドレアが亡くなると、作品はパルマを去った。1608年にはマドリードにあったことが知られており、ポンピオレオーニのコレクション目録に掲載された。18世紀にウィーンの美術史美術館に移され、1912年に初めて一般公開された。聖パウロと馬の体のねじれ。 引き伸ばされたプロポーション、セイパウロの肥大した足の筋肉は、ミケランジェロの影響を示している。しかし、作品は、独自に改変され、マニエリスム的になっており、パルミジャニーノのローマ滞在後の作品と完全に一致している。画面は、葉の茂った木々、山、丘のある風景に適応しているが、この風景は、ドッソドッシと、北方絵画の様式である。 アブト .wikipedia.org スラッシュ wiki スラッシュ c o n v e r s i o n e d サンパオロ2021年8月14日閲覧ありがとうございます